何の用や。私を買ってください。え、私を遊女として買ってください。お願いします。あんた、ここに来たばっかりなんか？自分の言うてることがどういうことか分かってんやろうな。よし、ほな、一緒についといで。あの子の名前は遥かや。吉野。さっきお上に名前聞かれたあの子が自分で言うてたわ。私は遥か、お前じゃないですって。遥かか。聞けば大門で暴れてたらしいやない。あんな調子でやっていけるかしらね。そのことなんだが、あいつ遥かは本気でここで遊女になるつもりなのか。そうみたいやね。おかげでお上も今日は上機嫌やわ。上玉が安く手に入ったってなんかお春っていう源氏名になるみたいやわ。おお、お春か。いい名前じゃねえか。ところで吉野、一体あいつはいくらで鶴屋に身を売ったんだ。一両。何？たったの一両？そう、あの子はたった一両で自分の身売り渡したんや。金の価値がよくわからねえ子供相手だからってよ、お上もえげつねえことするぞ。おい、しかしあの子は何だってそんな真似したんだ？うちもそれが知りたいわ。子供が自分から身を売るなんて普通やない。旦那、達也であの子と何話したん？遥かは俺に仕事を依頼するために身を売ったんだ。仕事？ああ、殺された家族の仇を討ってほしいってな。なんだと？へえ。せやけどなんで駆け回りの旦那なんかにそんな依頼したんやろか。どうやら俺が金をもらえば何でもやると思ったらしい。はあ、それはまたとんだ勘違いだな。しかしまあこうなっちまった以上、あの子はお前が頼みを聞いてくれると思ってんじゃねえのか。どないするんや旦那。俺は人殺しなんてしねえさ。それにあいつが殺してほしいって言ってるのは。吉野さん、どちらですか？ああ、もうもうお呼びや。休んどる暇もないわ。
とにかくお店ではうちがあの子の面倒見るから、そっちは心配せんといて。ああ頼む。吉野さん。はいはい、ここにおるわ。あ、吉野さん、はよう支度しておくんなまし。しかしまあお前も難儀な仕事を引き受ける羽目になりそうだな。まあ俺にできることがあればまあ協力すっから。ああすまない。店を抜け出してきたのか。見つかったらただじゃ済まねえぞ。吉野って人が行っていいよって。ん？お金を持ってきました。これで仕事を引き受けてもらえませんか。ありませんか。もっとお金が必要ですか。いや金の問題じゃねえ。人を殺すってのはな、お前が想像している以上に重いことなんだ。それにお前の人生を棒に振ってまで復讐する必要はねえ。そんなことをしても死んでいった奴らは報われない。そんなことわかってます。でも分かっているけど許せないの。お父さん、お母さん、お兄ちゃん、何にも悪いことしてないのに。私から家族を奪った人間は私絶対に許すことできない。とにかく今ならまだ引き返せる。この金は俺から鶴屋のおかみに返しておく。お前はとっとと祇園から出ていくんだ。もうここしかないんです。私一人ぼっちで。これで本当に私は一人ぼっちになっちゃったんだなと思って。寂しい思いはさせない。本当に後悔しないのか。たとえ宮本武蔵を殺せたとしても、お前はこの町で一生生きることになるかもしれないんだぞ。本当にそれでもいいのか。はい、わかった。え、宮本武蔵、いやお前の仇を取ればいいんだな。はい、この依頼引き受けよう。ありがとうございます。さあ話は済んだ。早く鶴屋に帰れ。はい。受けちまったか。大変だぞ。伊藤さん、いつからいたんだ。もう初めから。
全部聞かせてもらったぜ。そうか。まあこうなっちまった以上悩んでたって仕方ねえだろ。まずは動いてみたらどうだ。ああそうだな。おう、キリュウ、珍しいじゃねえか、こんな朝早くから。お春から頼まれた仕事の続きでもしてんのか。ああ。それで宮本武蔵については何か分かったのか。それがさっぱりなんだ。あんた何か手がかりになるようなことを知らねえか。それじゃああいつに聞くしかねえな。あいつ本阿弥光悦という男だ。本阿弥光悦、それってあの有名な芸術家の。ああ、鶴屋の常連でな、しょっちゅうここへ来んぞ。そんな男がどうして武蔵の居場所を知ってるんだ。まあそれは言ってみりゃあかっから。そいつはどこにいるんだ。大門を出てから四条大橋を渡って、まあその辺の奴らに気がすぐ上がるよ。わかった。ありがとう、伊藤さん。まあ気にすんな。それよりも無茶だけはすんじゃねえぞ。伊藤さんもな、もういい年だろ。うるせえやこの野郎、言わしてあげばお前。まあいい。とにかく気をつけんなぞ。すまん、釣り屋の伊藤さんからあんたを紹介されてきた。そうか、入ってくれ。茶の作法はわからない。ふ、そんなもんはどうでもいい。まあ楽に飲んでくれ。どうだ味は。苦い。正直な男だ。
で、俺に何の用だ？実は今ちょっとした人探しをしていてな。ほう、人探し。そのことを伊藤さんに相談したら、あんたを紹介された。そうか。なぜ伊藤さんが芸術家として有名なあんたを紹介したのかはわからないんだが。まあこれを見ればわかるさ。一つの顔だ。ここは俺の裏稼業の仕事場さ。裏稼業？芸術家は表の顔、裏では情報屋としてやっている。情報屋？なるほど。それで伊藤さんはあんたに会いに行けと。伊藤は俺の裏の顔を知っている数少ない人間だ。俺は部下たちに今日の街の情報を集めさせて、それを顧客に売っている。なぜこんなこと？まあ単なる俺の趣味ってこともあるが、情報ってのは武力を上回る最大の力だからだ。情報が力？そうだ。古今戦の勝敗を決めてきたのは武力じゃない、情報だ。相手の情報を制した者が勝つんだ。じゃああんたが祇園によく足を運ぶのも情報を得るためなのか？その通り。あんた案外頭切れんじゃねえか。遊事を使って客の素性を暴く情報集めにはもってこいの場所だ。なるほど、そういうことか。俺は今日の街のことはもちろん、祇園のことなら大概のことは知っている。じゃあ俺が駆け回りをしていることも？当たり前だ。あんたが単なる駆け回りじゃなく、金さえ払えばどんな仕事でも引き受ける何でも嫌だってことも知っている。そうか、さすがだな。でさっきの話だが、人探しってのは何なんだ？ああ、実は宮本武蔵という男を探してる。お？宮本武蔵か。そりゃ厄介な依頼だな。今どこにいるか知らないか？うん、こっから先は商売だ。もらうもんもらわないと教えられねえな。いくら出せば教えてくれるんだ？まあ落ち着け。実はお前に仕事を頼みたいんだ。仕事？ああ、駆け回りのお前にしかできない仕事だ。俺は曲がりなりにも芸術家だ。金なんぞよりも芸術にこそ価値があると思ってる。だがな、先日うちの蔵に賊が入って大事な収集品が抜かれちまったんだ。それを取り返してくれれば宮本武蔵の居場所を教えてやろう。賊の素性は分かっているのか？ああ、シシド売権という男の一味だ。シシド売権？最近京近郊で名を馳せている盗賊団の頭だ。林道から細道に入った先にある洞窟を根城にしているらしい。あんたのお宝もそこにあるんだな。そのはずだ。あれほどの品そう簡単に捌けるとは思えねえ。しばらくは手元に置いてあるはずだ。わかった。じゃあ俺はそのシシド売権という男からあんたのお宝を奪い返せばいいんだな。ああ、取り返してくれたら取引成立だ。本当だろうな？
安心しな。取引で嘘はつかねえ。よし、早速向かおう。待て、一つ忠告しておくことがある。忠告？シシドという男は鎖鎌という変わった武器を使うらしい。気をつけねえと返り討ちに遭うぞ。わかった。